18小隊、はい、翔太二等兵の友人屋です。 D 隊長です。隊長です、はい、久々にやりました。これやりましたね、はい、今日はこちらですね、MBTI への招待、はい、MBTI にはちゃんと R マークがついてます、はいはい、知覚的態度と判断的態度の分類、うんうん、J と P ですね、うん、多分私は自分のことをカーシー先生には J だと言われました、うん、はいはい、ちなみに、うん、カーシー博士のセルフヘルプ術では認知判断という書かれ方をしていて、あなたは物事を手際よく解決する方が好きだろうか、それとも選択の余地を残し流動的に対処する方が好きだろうかと、で物事を解決し完結させるのを選ぶ人は判断型ジャッジだと。で、またその可能性が高く常に選択の余地を残しておきたい、流動的な方を選ぶ人は認知だという簡単な分け方、うん、はいはい、で認知の人は保留、うん、判断の人は決着、うん、認知の人はデータの収集、うん、で判断の人は決定、うん、認知の人は臨機応変、うん、判断の人は確定っていうようなところなんですが、はい、そもそもこのユングのタイプ論にこのに知覚と判断っていうのを足したのが、うん、マイヤーズさんだと、はいはいはい、なかったですよね。そうですね、うん、マイヤーズはユングの提唱したパブリックセルフ、うん、公的の自己っていうのは、うん、外に向かうエネルギーと、うんうん、プライベートセルフ内に向かうエネルギーの両方が物の見方と判断の仕方の心的機能が合わさり、うんうん、心は一つの複雑な体系が構成しているという考えに賛同していた。そしてこのマイヤーズは複雑な心的構造を外と内それぞれに向かう心的機能を調べるために外界に対する態度という指標を設けることでシンプルに表した。公的に公的外に向いた自己が習慣や行動として現れたとき個人のタイプの作用を知る大きな手がかりが得られると考え、うん、その外的態度の2つの極みとして物事を決めようとしたり、うん、体系立てようとしたり、うん、また順を追って話をする傾向と、うん、それとは反対にその場その場で対応しようとしたり、うん、枠を持たずに臨機応変にしようとする傾向を仮定したと、うん、で前者この体系立てようとしたり、うん、物事を決めようとしたり、うん、順を追って話をするっていうのを、うん、ジャッジ、うん、判断の方、うん、で後者のその枠を持たずに、うん、臨機応変にやるっていうのを、うん、認知としたと、はい、まさしくここがそうですよね、うんうん、僕はもう決めたいんですよ、うん、でなんかその動画とかも、うん、ある程度なんかこれ撮れますね、うん、っていうのをなんか体型立てられるといいなって安心できるんですよね、まあ、体型、まあ、僕もでもそれはありますけどね。体型っていうかなんか決めたいこれをやればいいんですねっていうのを、あ、僕も決めたい思いはあるんですよ、はい、だけど可能性がいっぱいあるんですよっていう時に決められない、最善の方法を確定したいみたいな思いが、こういうふうに最善をつけますか、はい、あ、だからこう、はい、そうなんですね、決めるってことはその他を捨てるってことじゃないですか。手は2本しかないですからね、うん、で、はい、その捨てるができないですよ、持っておきたい欲張りで、その人が外向と内向のどちらを思考するかにかかわらず、うん、その人の判断機能、うん、思考機能か感情機能、うん、もしくは知覚機能、感覚機能か直感機能のどちらかが外界で使われるのを予測しようとしたと、うん、外界で使われている心的機能の反対の機能が、必然的に内界で使われているとしたと。言い換えれば、もしあなたが判断機能を外に向けているのであれば、知覚機能を内に向けているということであり、反対にあなたが知覚機能を外に向けて使用しているのであれば、うん、判断機能が内に向けて使用されていると。なのでこの判断的態度、うん、ジャッジを思考する人は、
締め切りよりも前に余裕を持って仕事を仕上げることに満足する。外界において判断したり、物事を決着つけようという衝動を持っているからだと。外界において判断したり、うん、物事を決着つけようという衝動を持っている、もし最後の最後になって突然変更が生じたり、混沌としてしまった場合、対応することはできても、彼らの頭の中では、こんなんもっと早くから計画してたら、こんなこと起きなかったのに、もっとうまくできたよ、って思うだろうと、で再び起こらないように、今回のことがどう、なんでこんなことが起こったのか、っていうのを調べようとする、で、課題リストに作ろうとする、知覚機能を外に向けている人は、外界の新しい情報に対して、門戸を開き続け、物事の流れに合わせる傾向が見られる、判断的態度を思考する人ができるだけ良い計画を立てようとするのに対して、知覚的態度を思考する人は、当然具体的な計画を立て従うこともできるが、その時彼らは、私が今この時点で計画したり、決断を下してしまった場合、後で何かもっと良いことが起こったり、後になって良い情報を得られたりしたら、対応できますかね、今ここで決めちゃったら、っていうことで迷う、そう迷うんです、はい、っていうって言われ、書かれると、僕もなんかその P は、もちろん分かるんですけどね、はい、ここで決めてしまっていいのかって迷って、でもなんか締め切りがあると、どっかでエイヤーはいるでしょ、あもうその、エイヤーはやります、あのそれは多分経験上、はい、そうですね、進まないから、あもうこの辺でねって、はい、まあ、すっきりしなきゃ、まあいいやこの辺で、はい、っていうところがありますと、はい、ハイノヒトさん、認知機能、五感や直感が外界に向けて基本的に働くよっていうのが認知的態度だと、判断的態度っていうのは思考や感情が、あもうハイノヒトさんありがとう、分かりやすい、判断的態度が外界に向けて基本的に働く、僕多分本当判断、本判断だわ、この自分がこのチャンネル登録者が伸びないって悩むのも結局外の判断じゃないですか、なんか評価されてないとか、っていうところで僕は判断なんだろうなっていうオチなんですけど、っていう感じのことで、体調は多分認知だとすると、五感や直感が外界に向けて基本的に働く、どうです、五感や感覚が、五感や直感が外に向けて働く、五感や直感が外に向けて働く、分かりにくいですね、この感情思考とかが分かりにくいですもんね、五感が外に、五感が外に、自分が普段とにかく情報を取り入れたがるのか、それとも決めてから取りかかるのか、情報は多分ずっと集めてます、なるほど、あっていうと僕は、まずやってみたいがあるんです、もうやってみましょう、あそこもあります、ありますよね本当そうなんですよね、はい、決めたとしても常に第二第三の選択肢とか路線変更の可能性を持ちたい、八木丸さん、そこはあります、だからもう完全に捨てられない、はい、捨てられない、捨てられない、はい、もうこう、あまあでも捨てる時もありますけど難しいですよね、これはこう経験上な部分もあるじゃないですか、優柔不断では進まないみたいな思いがある、はい、っていうのは優柔不断な自分を見てそうやって思ってるので、もうなんかこの辺で決めなきゃいけない、まあそうですね、って思って決めてる感じはあるんですよね、あ、はい、例えばなんかご飯食べに行くとか、もう何でもいいんですよ、はい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 、だけどこう何でもいいって言ってたらどこにも行けないじゃないですか、あだと、ちょっと苦しさはありますね、そう、なんか僕はなんか決めたとこでもう満足 OK、満足するって決めたってみたいな感じなんですね、はいはい、なんかこう決めるご飯とか決める、はい、あまあご飯決めたらもうそれでもうそこを楽しむしかない、ただやっぱ、外の情報、要はなんかその年収何万だと生きれないよとか、はいはいはい、老後に何千万いるよとか、今はもう45歳で定年だねとかって言われると、なんかざわつき始めるんですよ、俺のこの決断はって、だから決断をするために情報を集めてるんですよね僕は、はい、でただ情報ってこう限界がないじゃないですか、
ないです、はい、だからずっと調べてるみたいな過去のものもありますし、はいはい、でこう真逆のものもあったりするじゃないですか。まああの、うん、ワクチンもそうですしね。そう、はい、知覚的態度の人は基本可能性を捨てないんですよね、うん、判断的態度はとにかく決めてとりあえずその枠内でやることが多い。あ、もう本当僕そう、うん、とりあえずなんか企画書とか作るときも、うん、もうこの情報ならもうこの情報の中でみたいな、うんうんうん、あとは無視、うん、無視っていう決めたもんこれにって、うん、あで、あ、多分そのあれですよね、こう決められました、決めましたって言われると、はい、この可能性はって言いたくなる思うみたいな、はい、でもこういう見方をするとこうなるよねみたいな。でもそれもうやってみないと分かんないですね、うん、はい、なのでなんかそのコメントとかで何も考えてな、考えずに動く人が信じられないみたいなコメントをいただいたときに僕のことを責められてるって思っちゃうんですよ。あ、多分昔そんなこと何も思ってないです、はい、思ってないです、全然思ってないですよ、うん、っていうか、まあ、考えてますよね、うん、考えてるつもりです。まあその決断をしなきゃいけないって考えてるわけじゃないですか、はい、うん、物事を順調に進めなきゃいけないとか、進めなきゃいけない考えてる、はい、優柔不断でもすぐに決めてもどっちでもいいという状況、制約がない状況の時にどうするかだと思います、うん、どっちでもいい状況なら決めないですよね。決めたくないですか。決めないです。動けないじゃないですか。どっちでもいいから動かなくても大丈夫じゃないですか。動きたいじゃないですか。動きたい時は決めますよねっていうあ、なんかやりたいっていうのはやりたいわけじゃないですか。はいはいはい、はい、うん、だからまあ動きますけど、どっちでもいい、やってもやらなくてもどっちでもいいみたいな、はい、その時は何をやるんですかね。違うことをします。とりあえずそれは保留で違うことをしますよ。あ、それはそうなんですけど、うん、だから夏休みの宿題とかはまだ大丈夫っていう可能性がある、はい、あ、では僕もやらなかったタイプですけど、うん、最後まで、うん、それは多分やらないって多分決めてるんでしょうね。うん、はい、うん、あ、だからやらないで決めずにズルズルいくタイプですよ僕は。ちょっとやらなきゃいけないなと思いながら、まあ明日でいいや、あ、明日はこれは明日でいいやな、まだ明日でも大丈夫、大丈夫になる。 P の中でも J のように見える人がいますからねと、うん、ISTP とか ESTP はとかく行動の人なので、はためからは J に見えますと。あ、バーって動いてるから、ああ、なるほどあのバッカスですね。バッカス、はい、ああ、そうで今ここで、うん、拍手もらいました、マリマリさんから、うんうん、今ここで J と P の違いが出てますと。コウタさん、すぐに決めなくていいけど、決めないといけないことをその時に決めます、それとも保留します。すぐに決めなくていいけど、うん、決めないといけないことを後で変えてもいいけど、うん、あの仮置きしときたいんですよ。仮置きもうちょっとこっちに向けて走っとこって、うんうんうん、じゃあ走らせて僕にってなるんですよ多分、うんうんうん、後で変えていいからで、まあ、言われればどうぞって僕はなります、ね、はい、うん、その代わり変えるなよとは思ってますけどね、心の中で多分、うん、で多分こう決断の締め切りみたいなのは多分自分で決めるんですよ。これまだ今日じゃなくてもいい、3日後でもまだ間に合うみたいな状況だったら、はいはい、多分3日後に返しますよ決めます。変わんないですよ変わんない、そんな3日ぐらいじゃあって思うんですよ。あ、でも変わる可能性はあるじゃないですか。可能性はあるけどそう、だからその可能性を3日間でも可能性を持っておきたいみたいな。なるほど、うん、あとやっぱ比較的せっかちとは言われます、うんうんうん、もうやっちゃおうってなるので、うん、